こんにちは。僕は今ロシアの田舎町にいるんですけど、今日は僕が住んでいる家を紹介しようと思います。おばあちゃんからもらった家なんで、まあ、家族連れにはちょっと狭いかなと思うんですけど、ロシアではまあ標準的な家ですね。ちなみにここは田舎なんですけど、モスクワなどの大都市へ行ってもちょっと郊外行くとこんな感じの家はあると思います。ちなみに家の前は砂利道なんですよね。では行きましょう。今大掃除中で荒れてます荒れてます。物が散らかってるんですけど、ここが一つ目のガレージです。僕が以前自己紹介動画を撮影した場所ですね。ちょっと反対側から見るとこんな感じですね。もう反対側から見ると結構、ね、いろいろごちゃごちゃしてますけど、保存食を作るための瓶とかカップとか、あとは多分これソ連製のバイクですね続いてここはサウナですね。入るとまず木がね、薪がいっぱいありますよね。これは体を叩くハーブですね。これをお湯につけて体を叩きます。でこっちがサウナなんですけど、まあ、別動画でねこれもありますけど、このヒーターがあって洗い場があって、まあ、ここも洗いますね。でここに水が入ってます、ね、もうかなりね年季が入ってますよね。ちなみに今日これからバーベキューやります。そしてここ2個目のガレージです。ここは以前食料備蓄してるっていう動画を撮ったんですけど、ここに地下のストレージがあります。ここは主に農作業用の道具が置いてあります。まあ、ちょっと汚いからね見づらいと思うんですけど、そう反対側はこんなのですよ。もうここもごちゃごちゃですね。こういうねスコップとかシャベルとか脚立とか。続いて庭の畑を紹介しますね。こんな感じで、ちょっと見た目は汚いんですけど、ちょっと反対側から見るとこんな感じです。まあ去年はトマトがあって、キュウリ、ビーツがめちゃくちゃたくさんあって、でズッキーニとか植えてましたね、はい、ちなみにこれはリンゴの木です。この2本リンゴの木で山盛りになります。めちゃくちゃなりますこのリンゴで去年はリンゴ酢、自家製のリンゴ酢とリンゴジュース相当の量を作りました。あと周りにこういう木があるんですけど、ちょっとね見づらいですけど、ラズベリーとカシスですね。はい、続いてビニールハウスを紹介するんですけど、周りの家の人たちもみんなビニールハウス持ってます。見づらいかもしれないですけど、ここの横の人も持ってますね。今植えてあるのはラディッシュですね。ラディッシュが植えてあります。こんな感じですね。ちなみに去年はここに山盛りのトマトが植えてありました。写真あれば載せます。はい、トマト食べ放題でしたね。もうお腹減ったらトマトを食べるって、ここに来てもうね食べまくるっていう。やっぱり取れたてのトマトめっちゃ美味しいですよねちなみにここに雨水が溜まるんですけど、こんな感じですね。ここの水で畑に水やりしたりとか、夏の場合はサウナにも使います。雨水で洗うとめちゃくちゃ肌がツルツルになりますね。水がまろやかですね。全く何も消毒とかしてないんで、まあ、ただねここ田舎なんでその汚くはないみたいですね。でこんな感じで生ゴミですね。生ゴミはこういう袋に詰めますね。この後こういう袋に詰めて肥料にします、ね、卵ちょっと汚いんですけどね。汚いですけど、家の横にも畑があります。これイチゴですね。イチゴもう終わってますけどね。ここにも雨水のバケツがあります。はい、ここは表なんですけど、ここは花が植えてあります。まあ、これからですね。奥さん花が好きなんでこういう感じですね。ちょっとまだ早いです。時期は早い。はい、ここは薪割り場です。お父さんが木を切って加工したりします。たまに僕もね薪割りはします。割った薪はこんな感じで、ね、積んであります。こんな感じでずらーっと積んでありますね。最後に家の中を紹介しようと思います。はい、玄関ですね。
ここは日本でいう土間みたいなもんですかね。まあ、土足で上がっても上がってますね、いつもは。ちょっと今汚いんですけどね。外の部屋ですね。ここが物置。まあ、おばあちゃんのね、ものが結構あるらしいんで、未だに。いろいろ物が多いですよね。で、横がサマールームですね。ちょっと汚いんですけど、ここは暖房がないので夏しか過ごせません。そしてここが僕らが住んでいる部屋です。バスルームですね。まあね、ドラム式の洗濯機、トイレ、シャワーですね。こんな感じと、キッチン。ね、こんな、ちょっと今、汚いですけど。と、これは、なんだろう。パプリカですね、パプリカ。の、今、苗を奥さんがね、植えてます。で、コンロ。と、これがセントラルヒーターですね。まあ、ロシアの家では、田舎ではどこでもあるんじゃないですかね。これはちょっと旧式らしいんですけどね。で、ここに水が通ってて、パイプで水を温める。もう家中にね、こうやって張り巡らされてるんですよ。You can talk. Yeah. で、ここが寝室ですね。奥さんと子供が寝てます、今。で、お母さんが今来てます。バブシカ。バブシカ。バブシカ。おばあちゃんっす。おばあちゃん。おばあちゃん。ベビーベッドですね。うん、で、ここが僕の部屋ですね。まあ、部屋というか仕切りがないんでね、部屋と言えるかわかんないですけど、まあ、ベッド、ソファー、ベッドと、ここは仕事場。僕がいつもこの YouTube の動画をせかせか作っている場所です。あとは、まあ、ペットですね。ペットの、ペットのスペース。こんな感じです。ファンシーラットって言って、まあ、ネズミですね。こんな感じですね。お腹減ってますね。なんか後であげます。窓からの景色はこんなね、まあ、普通の何もないんですけどね。で、ここに植えてあるのは、これはトマトですね。トマト。これなんだろう、ちょっとわかんないですね。これ何かわかんないけど、トマトですね。これもトマトと何かわかんない。あとはね、こんな花とかが植えてあります。はい、ということで今日は僕らが住んでいるロシアの田舎の家を紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。ちなみにロシアでは今全土ロックダウンで、まあ外出禁止ですよね。まあ、特にモスクワは厳しいらしいです。はい、なんですけど、ここの僕らがいる田舎は散歩は OK みたいで、警察の人に聞いても、いや別に人混みに行かなければ特に問題ないよっていうふうに言われました。まあ、そういうこととかあったりして、田舎が結構ね、見直されていくのかなというふうに思いましたね。という僕自身、東京で約10年間ぐらい働いていたんですけど、その時からずっと田舎に住みたいなと思っていたんですよね。実を言うと長野県に僕は住みたかったんですけど、そう思っていたんですけど、もうね、遥か彼方遠くの、ね、ロシアの田舎に住むっていうね。まあ、長野県と共通してるのは、ここ白樺がそこら中に生えてて、空気が綺麗で水が美味しいっていう。まあ、なんか似てるなっていう思ったんでね、僕はすごく気に入っているんですけど、あとね、そういう大都会に関してはたまに旅行に行くぐらいで、まあ、モスクワであったり、まあ、ロンドンも比較的近いんですけど、ね、そういうところにはたまにちょろっと旅行に行く程度でいいかなっていうふうに僕は考えてますね。はい、ということで今日は以上になります。多分これからね、農作業の様子とか多分お届けすることになりそうですね。ね、旅行行けなかったら多分家でやることなくて、ね、もうじゃあ奥さんにね、じゃあ畑手伝ってとか言われるんでね。もう農業系 YouTuber になっちゃうかもしれないですね。
それもそれで、もう時代の流れには逆らえないじゃないですか。とはいえ、少しでも早く落ち着いて、また旅行動画をお届けできるようになったらいいなと思いますよね。はい。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。こんにちは。僕は今ロシアの田舎町にいるんですけど、今日は僕がどんな家に住んでいるのかということを紹介しようと思います。重い。ベイビー重い。